ハニューゆずのカラーチェンジ、色に宿る物語、そして伝説への同型。皆さんは、ハニューゆずさんのスケートを、どんな色で表現しますか鮮やかなブルーの、パリの散歩道。神秘的なパープルの、白鳥の湖。それとも、凛としたホワイトの、生命。きっと、人それぞれ思い浮かべる色は違うでしょう。それは、ハニューさんのスケートが、 ただ単に技術や美しさだけではない、奥深い物語を語りかけてくるからかもしれません。先日、国際オリンピック委員会、IOC のウェイボー、ウェイボー、公式アカウントが、羽生さんの過去のパフォーマンスをコスチュームの色ごとにまとめた動画を公開しました。あの動画を見たとき、私はただただ、美しいという言葉しか出てきませんでした。動画では、ソチゴリンのパリの散歩道の鮮やかなブルー、10年の 白鳥の湖の神秘的なパープル、ピョンチャン五輪の生命の凛としたホワイト、そして北京五輪の天と地との淡いグリーンと、エキシビション春横井の可憐なピンクが、まるで一辺の美しい詩のように流れていきました。それぞれの色の持つイメージは、羽生さんのスケートの表現と見事に調和し、私たち観客の心を揺さぶります。まるで、色の魔法にかかったかのように、私たちを羽生さんの世界へと誘ってくれるのです。 例えば、鮮やかなブルーのパリの散歩道。このプログラムは、羽生さんが2014年のソチ五輪で金メダルを獲得した伝説的なプログラムです。ブルーは、空や海を連想させる、広大で自由な色。羽生さんのスケートは、まさにこのブルーのように、私たちを制限のない世界へと連れていってくれます。軽やかなステップ、力強いジャンプ、そして繊細な表現。 彼のスケートは、まるで青い空を自由に舞う鳥のように、軽やかで力強い、そして美しい。そして、神秘的なパープルの白鳥の湖。このプログラムは、羽生さんが10歳の時に初めて挑んだ、挑戦と成長の物語を象徴するようなプログラムです。パープルは、夜空やアジサイを連想させる、神秘的で幻想的な色。羽生さんのスケートは、 まるで夜空に浮かぶ満月のように、美しく静寂に満ちあふれています。繊細な指先、優美な滑り、そして力強いジャンプ。彼のスケートは、私たちを幻想的な世界へと誘い、心の奥底に静寂をもたらしてくれます。凛としたホワイトの生命。このプログラムは、羽生さんが2018年のピョンチャン五輪で、再び金メダルを獲得した。 力強さと美しさを兼ね備えたプログラムです。ホワイトは雪や白鳥を連想させる純粋で清らかな色。羽生さんのスケートはまさにこのホワイトのように力強さと美しさを兼ね備えた完璧な芸術作品です。力強いジャンプ、鋭いエッジワーク、そして凛とした表情。彼のスケートは私たちを純粋な美の世界へと導き感動と興奮を与えてくれます。 淡いグリーンの天と地と。このプログラムは、羽生さんが2022年の北京五輪で披露した、自然と人間の壮大な物語を表現したプログラムです。グリーンは、草木や大地を連想させる、生命力あふれる色。羽生さんのスケートは、まるで緑の大地を駆け巡る風のよう、力強く、そして生命力に満ちあふれています。力強いジャンプ、ダイナミックなスピン。 そして力強い表現彼のスケートは私たちを自然の力強さを感じさせる世界へと誘い心を震わせる感動を与えてくれますそして可憐なピンクの「春よこい」このプログラムは羽生さんが2022年の北京五輪のエキシビションで披露した希望に満ちた未来を表現したプログラムですピンクは桜や花々を連想させる優しくて可愛らしい色 羽生さんのスケートは、まるで花々が咲き乱れる春の庭のように、優しくて美しく、そして希望に満ちあふれています。繊細なステップ、軽やかなジャンプ、そして笑顔あふれる表情。彼のスケートは、私たちに希望と喜びを与え、明日への活力を与えてくれます。羽生結弦さんのスケートは、まさに色の魔法にかかった芸術作品。それぞれのプログラムに込められた物語は、 私たち観客の心を揺さぶり、感動を与えてくれます。パリの散歩道の鮮やかなブルーは、私たちを自由に飛び立つ鳥のように、力強く、そして美しく。白鳥の湖の神秘的なパープルは、私たちを幻想的な世界へと誘い、心の奥底に静寂をもたらしてくれる。生命の凛としたホワイトは、私たちを純粋な美の世界へと導き、感動と興奮を与えてくれる。 天と地との淡いグリーンは、私たちを自然の力強さを感じさせる世界へと誘い、心を震わせる感動を与えてくれる。そして、春よ恋の可憐なピンクは、私たちに希望と喜びを与え、明日への活力を与えてくれる。羽生結弦さんのスケートは、私たちに、色を通して、様々な感情や物語を語りかけてくるのです。それは、技術や美しさだけではない。 彼のスケートの魅力、そして彼のスケートが持つ深い意味を感じさせてくれる。これからも、羽生結弦さんのスケートが、どんな色で私たちを魅了してくれるのか、とても楽しみです。羽生結弦さんのスケートは、単に技術や美しさだけではない、何かもっと深いものを私たちに語りかけてくる。それは、彼のスケートに込められた、物語であり、感情であり、人生そのものなのかもしれません。 彼のスケートは時に力強く時に繊細にそして時に儚なく私たち観客の心を揺さぶりますまるで彼のスケートを通して自分自身の心の奥底に眠っていた感情が目覚めていくようなそんな感覚を覚える時があります例えばソチ五輪でのパリの散歩道あのプログラムを見た時私は彼のスケートから自由への道敬を感じました 青い衣装を身につけた彼は、まるで鳥のように、表情を軽やかに待っていました。彼の滑りは、どんな制限も受け付けない、自由奔放で、力強い。まさに、彼の心の内側にある、自由への渇望を表現しているかのようでした。そして、ピョンチャン五輪での、声明。このプログラムからは、彼のスケートに対する、真摯な姿勢と、揺るぎない精神を感じました。 白い衣装を身につけた彼は、まるで武士のように、リオドリジそして力強く滑っていました。彼の滑りは、決して妥協することのない、完璧を追求する姿勢を表しているようでした。彼のスケートには、常に、挑戦と、成長というテーマが流れているように感じます。それは、彼が幼い頃からスケートに情熱を燃やし、数々の困難を乗り越えてきたからこそなのでしょう。 彼のスケートは私たちにどんな困難にも立ち向かう勇気を与えてくれます。そしてどんな夢も諦めずに努力し続けることの大切さを教えてくれます。羽生結弦さんのスケートは私たちに希望を与えてくれる。それは彼が夢を諦めずに努力し続ける姿から私たちも何かを学び前に進んでいけるという希望を感じられるからです。彼は 私たちに人生は挑戦の連続であることを教えてくれます。そして、どんな困難にも立ち向かう勇気を与えてくれます。彼のスケートは、まさに人生の物語そのものなのです。彼のスケートは、私たちに美しさを教えてくれます。それは、彼が技術だけでなく、表現力や芸術性にもこだわっているからこそ、私たちを魅了する美しいスケートを生み出せるのでしょう。 彼のスケートは私たちに感動を与えてくれます。それは彼が自分の限界に挑戦し続ける姿、そしてその挑戦を通して生まれた感動的なパフォーマンスを見られるからです。羽生結弦さんのスケートは私たちに生きる喜びを教えてくれます。それは彼がスケートを通して人生の喜び、そして生きることの素晴らしさを私たちに伝えてくれるからなのです。 彼のスケートは私たちに夢を叶える勇気を与えてくれます。それは彼が自身の夢を叶えるために努力を続け困難を乗り越えてきた姿を見ているからこそ私たちも夢を諦めずに努力できるという気持ちになるからです。羽生結弦さんのスケートは私たちに愛を教えてくれます。それは彼がスケートに対する愛情、そしてファンに対する愛情を スケートを通ししてて表現してくれるからなのです羽生結弦さんのスケートは私たちに希望をそして勇気を与えてくれますそれは彼が自分の限界に挑戦し続ける姿そしてその挑戦を通して生まれた感動的なパフォーマンスを見られるからです彼のスケートは私たちに生きることの素晴らしさを教えてくれるまさに人生そのものなのです 彼がスケートを通して表現してくれるのは技術や美しさだけではありません。彼のスケートは私たちの心を揺さぶり、感動を与え、そして生きる喜びを教えてくれます。羽生結弦さんのスケートはまさに伝説なのです。